聞き旅 2000 miles。聞き旅2000マイルズ、旅人の村田彩です。さあ、私は今東京湾アクアラインを川崎から渡ってすぐのところにあります木更津観覧車パーク、木更ピアの前にやってきています。見てください、あちらの大きな観覧車。いや、でも千葉といえばですね、やっぱり海、それから海鮮、落花生なんかも有名ですけどね、今日は千葉県の大自然を楽しんでいきたいと思います。さあ、それでは行ってきます。さあ、こちらではミニトマト狩りができるんですか？はい、そうですね、4種類ありますので、試食していただいて、気に入ったやつを収穫していただいてます。あ、これはすごい、みずみずしい、すごい、おいしい、ありがとうございます、はい、ちょっとどれがいいか選ぶの大変ですよ、これいろいろ種類食べたいなって感じしますけど、はい、でも私がね、好きなのはキャロルセブンですね、はい、甘い、フルーツみたいだった、美味しかった、はい、ありがとうございます。わー、すごい、いっぱいなってますね。はい、はい、もうこれだってブドウみたいな感じでフルーツですね、まるで。はい、ありがとうございます。はい、こちらウォーターファームさんでは、水耕栽培、水耕というか溶液栽培、溶液栽培になります、はい、どういった、常にこう肥料を吸える栽培が水耕栽培というんですけども、常にこう肥料が吸えている状態ですと、やはり色づいたところから割れやすくなってしまうので、はい、与えた時だけ吸えるっていう状態ですね。根っこからパチーン、いやー見てー、美味しそう、キラキラ、本当フルーツみたいですね。牛込海岸にやってまいりました。もう目の前にはですね、海が広がっておりまして、とっても綺麗ですけれども、さあ、ここではですね、この時期潮干狩りができるということなので、私、足元は長靴、そして軍手も持ってですね、準備をしてまいりました。どういった環境だと潮干狩りができる場所になるんですか？ここね、東京湾なので、まあ干潟になるんです、こうやって、今見た通りね、それで潮干狩りに適した漁場なんです、はい、あ、そういうことなんだ、はい、そしてこちらではどんな貝を取ることができるんですか？まあ、ほとんどアサリが主力です。アサリ、いいですね。3センチから、まあ、5センチまでいかないけど、まあ、そのくらい深さで入れてやってください。3センチから5センチくらい、おー、すごい、結構重たい。そうです。よいしょ、あれ、なんかいる、あ、これ、これ、これみんなそうなんです。これアサリなんだ。これみんなそうなんです。すごい、いっぱいいっぱい出てきますよ、そう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 、わー、すごい、ゴロゴロいる、そう、もうなんていうんですか、丼をはるかに超えた大きさで、そうですね持つのも大変重そうですけど、はい、これが3段になってるわけなんですね。そうですね、3段で器自体が、はい、ご用意させていただいてます。はい、発見伝にちなんでますので、はい、そちら8種類、地魚を8種類揃えないといけないというルールがございます。当店の場合は定置網を持ってますので、もう網にかかった魚をそのまま使っていくっていう風なスタイルです。すごい、あ、じゃあもう毎日と言いますか、そうですね、その都度違うもの、はいはい、じゃあ美味しいお魚が今日も揃ってるわけですね、はい、わー、あ、いい感じ、ちょっと締まってきましたよ、白くなってきました。わー、旬のお魚いただきます。うん、おいしい。そう、表面があったかいんだけど中は冷たいまんまなので、本当に、あとね、炙ってるから香りが、はい、そうですね、香りが違う、違いますね、はい、うん、おいしい、チラシが最高においしいです。立山海辺鑑定団という団体はどんな活動をされてるんですか？はい、まあ、NPO 法人なんですけども、はい、この沖ノ島を中心とした南房総の海の自然を皆さんにこうお伝えする活動をしてまして、ちなみにこの沖ノ島というのはどんなところなんですか？はい、ですね、周囲はね、1キロぐらいなんですね。で、まあ、要は人は住んでなくて、無人島なんですけども、まあ、こう陸続きになってますね。そうですよね、砂浜がサスっていうのが発達してまして陸続きになってます、でちょうどこの場所、立山湾の南側にちょうどこう位置してまして、その立山湾自体が黒潮の影響がちょっと強いもんですから、例えば沖合にサンゴが生きてたりとか素晴らしい自然が残ってると。東京からそんな遠くないんですけど、意外とですね、こうなんか自然のこうポテンシャルが高いっていうか、そういうところがすごく魅力的で、ただ歩くだけではわからないことを、まあ、こう僕たちがこう一緒に伝えることができるっていうのが、またちょっと楽しいところだと思います。さあ、今日は千葉県の自然を楽しみながら内房を巡ってきましたが、いかがだったでしょうか。
もうですね、私自身も朝からいろんなところに行きまして、観覧車、そして潮干狩り、さらにはミニトマトを食べたり、美味しいお魚も食べられて、とっても楽しかったです。最後はこちらの無人島で海とそして大自然に触れることもできて、もうね、すっごく気持ちよかったです。皆さんもぜひこちらの方に遊びに来てください。キキ旅2000マイルズ、旅人は村田彩でした。